ようございます。山寮ですよ。まあ、いつものことも四日市駅から、JR 四日市駅の、ね、駅前に来てますけど、なんか工事始まってんだ。さあ今日はね、例のなんかスタンプラリーのね、日付でも撮っていこうかなと、ちょっとお出かけ気分、天気もいいしってことでね、そう京都行こうかなとかね、いろいろちょっとふと思ったんですけど、まあ、時間もね8時9時今9時ぐらいかな。だってね、京都行くのもあれだし、まあスタンプラリーがね、3月10日まででだっけ、ですからね、まあだったらせっかくだったらそっち行っとこうかなと。今日はね、とりあえずね、伊勢志摩方面、あっちに近鉄の駅で言うとどこだって、宇治山田駅と鳥羽駅と賢島駅あるんですよね。でね、まあ時期的にもちょうどね、実は昨日から志摩スペイン村でね、イベントが始まりまして、うんこちゃんと、サロメ様のね、っていうことなんですけど、じゃあお前なんで JR の方にいるんだってね、なると思います。まあちょっとね、どっかで、電車の時間の余裕があったら、そこでちょっと話でもしようかなと思いますけど、今回ね、ちょっとね、まあ、諸事情ってね、まあ本当ならね、全部近鉄使いたいところだったんですけど、これ、ね、詳しくはちょっと後々説明しようかな。今日はね、とりあえずね、JR で鳥羽まで行っちゃおうと。で、鳥羽まで行くのに、まあ、またいつも登ってくると。最近すっかり定番になってますけど、青空フリーパスでね、行こうじゃないかってわけですね。あれ2500円ぐらいですよね。で、鳥羽までいくらやったっけ ?1690 円でしょ。だから、往復したらね、もう持っとれちゃうし、伊勢鉄道も乗れますからね。早速買ってきましょう。よいしょ。の、お得な木。で、これ、在来線、青田フリークスね。はい、はい、はい。本日。毎週ね、はい、よし、OK、さあということでね、またね9時17分のねこの鳥羽行きでね、ちょうど鳥羽まで行けるし、これで行こうかなと思ったんですけど、今日まあこれで行くんですけど、ちょっとしくったのがさすがにこれ混むだろうなと思ったんで、あそうだ、宇治丸のスタンプラリーここもあったね。もうちょっとそうだ、いつも四日市駅ねスルーしちゃってましたからね、忘れてました。四日市ってのもね、実は主要駅ですけどね、乾かすかね、なんか中敷き敷いとかないとね、こんな感じにちょっと映ってきちゃいますからね。よしよしよし。ポイング乗ってますからね。よしよしよし。はい、ね、今日はこの後、まあ、新宿側ね、潰していくわけなんですけど、まあ、こんな感じでね、乗せてみたら、ここまで来ますからね。来ますけどね、医療先生か、ああこれは絶望的だな。2両編成なんか、まあ、きついね。そう、これね9時17分混むんですよね、これはね。そうそうそう、
こっちも来るんだ。これ多分ね、4両編成で来るんだよ。2両編成だと、配属名。願い目としては、もう階段すぐそば。ここかな？狙い目はね。多分な。ちょうどあれかな、小浜駅に持ってくのかな。こういうタイミングでね、近いのでね、伊勢志摩方面にね、両編成は。まあ、まずそれ。そう、近鉄じゃなくて JR で行くのは、まあ単純にね、その、近鉄って、まあ、今日みたいに、その、突発で来ましたけどね、まあ、ちょっと、近鉄は近鉄で、まあ、もちろんフリー切符があるわけですよ。周り安静とかね、あとは、3日間フリー切符ってあるわけだけど、周り安静だと、単純に、往復してやってたんで、まあ、今回の場合、そんなにちょろっと行ってくるだけなんで、だとね、あれ1万円ぐらいかかるんですよ。1枚ぐらいなんですね。明日もね、明日とかね、昨日から休み、昨日から休みなんですけど、人が増えてきたし、いや、説明は飛ばついたからでしょう。混んでるねー。混んでるなー。